こんにちは、おちゃみです。今回の動画はディスプレイケース作ってみた&ケネスのプチカスタマイズ動画です。使った材料はこちらです。100均で買ってきました。この他に紙粘土とボンドを使っています。全体用に入れているケースは100均で買った400円のケースになります。背景の部分はスチレンボードに紙粘土で木の幹3本を作って、その他は絵を描いています。土台の部分は先ほどの青いポリスチレンフォームの板を3分の1くらいに切って2段になるように台を作りました。キノコはガチャガチャで買ったものを分解して使いました。いきなり完成なのですが、土台全体にボンドを塗ってジオラマ用の土や苔風の粉をまぶしただけです。シダ植物風のパーツは造花の先をカットして使いました。せめてあと 2,3 センチケースの高さがあればもうちょっと背景を活かせたかなっていうふうに思うんですが、とはいえ400円でこのケースが買えるのはすごくありがたいので、今後もこのケースを活用していきたいと思っています。このジシーガのフィギュアを可愛く飾りたくって、初めてジオラマみたいなものに手を出してみたんですが、この土とか芝生とかの粉がすごく万能で、しかも取り扱いが簡単だったので、すぐに2個目のケースを作ることにしました。それが次のスカルパンダのアリスシリーズ用ケースになります。これは先ほどのジシーガ用と違って、背景の板はプラダンというプラスチック製の段ボールの板の端材を2枚つなぎ合わせて使っています。なので縦の筋が入っています。紙粘土を使用して木を作っていますが、紙粘土の理由は手が汚れないというメリットだけなので、クオリティのことまで考えると全くおすすめしません。色はこちらもアクリルガッシュです。飾りたいフィギュアがいっぱいなので、背景がほとんど隠れてしまったんですが、作っていて楽しかったです。ちなみにこの黒いトランプ兵は私の別の動画で紹介したカスタムペイントのクラブマンになります。気になった方はぜひそちらのカスタムペイント動画もご覧いただけたら嬉しいです。そして最後におまけでプチカスタマイズをご覧ください。こちらはケネスのサーカスシリーズの一体なのですが、一番の目的は目に光を入れることです。その他は本当にかすかなカスタマイズなので、わずかな差を見比べてみてください。ほんの一手間でもっとカードの絵に近い雰囲気にできそうな気がして、プチカスタマイズしてみました。まずは眉毛の白さ、ほんの少しもうちょっと白く強調しています。お次はこの鼻筋の黒い線、これをもうちょっと細くしたかったというのと、あとはカードを見ると上唇というかこの口のところもうちょっと白みが強かったので、それを少し強調するように白くしています。一番やりたかった目の玉の光の部分、これもちょっと入れてみました。最初の1等目が少し水で溶きすぎてしまって弾いてしまったので、次はちょっと濃いめに上から塗り直しをしています。光の玉はまあ1個ずつでいいと思ってたんですが、ちょっと調子に乗って2個ずつ入れてみました。キラキラして可愛い気がします。でその後はですね、鼻なんですけれども、ちょっとこの塗ってある位置が微妙にずれてたので、それを少し大きめにしつつ修正したという感じになります。ということでプチカスタマイズ完成です。
カードに近づけるために鼻のサイズもねちょっと大きくしてみたり、眉毛白くして口周り白くしてとか、そういったところもよりカードに近づけられる要素になったような気がしています。いかがだったでしょうか。このところ開封動画が続いていたので、今回は箸休め企画という形でカスタマイズしてみました。いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたら嬉しいです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画もぜひご覧になってください。チャンネル登録や高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。またねー。